正直ね、抜ける手段はね、まああるんですよね。公開しすぎると悪用する人がね、いると本当に困るので、ダメだよ絶対に。悪用したら絶対ダメ。あ、え、カメラ回ってる？あ、ほう、よいしょ、よいしょ。YouTube チャンネルをご覧の皆様、ごきげんよう。今何かと話題になっているアノモリック総合研究所のプロフェッサー T です。あ、いたたた、いや、いやた、いやたたたたたた、いたいたいた、いや、なんか最近ね、頭痛がなんかちょっと多くて、あら、なんかね、記憶もね、結構なんか途切れ途切れになっちゃってるんですよね。なんだこれ。なぜかですね、最近僕の頭の中にですね、ドーピング検査に関するまでの期間、あ、痛い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 、まあね、ドーピング検査に関する興味を持っているような人が多いような感じのあれがですね、僕の頭の中にね、電波で入ってきますてな感じで、日本でね、ドーピングに一番詳しいチャンネルとしてアナボリックステロイドやサームのドーピング検査について少し、まあね、解説していこうかなって思います。皆さんもなんかわかんないですけど、ドーピング検査っていう言葉にね、なんか引っかかりますよね。パフォーマンス向上薬物、ここでは PED と呼ぶことにします、には皆さんのご存知のアナボリックステロイド成長ホルモン GH、 エリスロポエチン EPO ですね、インスリン、さらには今話題のサームなど多岐にわたる薬剤が含まれています。そしてもちろんこれらの薬物は競技パフォーマンスの不正を向上させるために使用されることが多く、スポーツにおける公平性を損なうことで厳密に規制されているんです。ドーピング検査はこれらの違法薬物の使用を検出して、競技者が公平に競技が参加できるようにするため重要な手段であり、ボディービルも格闘技も全て同じです。皆さんも言わずもかな分かっているとは思います。しかし検査方法などについて詳しい人はあまりいないんじゃないかと思いますので、まず血液検査と尿検査の違いに焦点を当てながら、ドーピング検査の基本的な仕組みについて解説していきます。まずは PED の代謝と検出の基本原理について、 PED が体内で摂取されると、それぞれの薬物は体内で特定の生理的効果を発揮します。そしてその後肝臓や腎臓で代謝され、代謝産物として排出されるというわけなんです。これらの代謝産物は尿や血液に含まれていて、ドーピング検査ではこれらの代謝産物を検出することで PED の使用を確認します。例えばアナボリックステロイドの一種であるテストステロンは体内で異なる代謝産物に変換され、これらが尿中に排出されます。代謝産物は母体薬物よりも長く体内に残留することが多く、これがドーピング検査で検出可能な状態を長く保つ要因になります。まず尿検査は最も広く使用されているドーピング検査の手法であり、特にステロイドやその代謝産物を検出することに適しています。尿は体内から排出される際に薬物の代謝産物が濃縮されるため、少量の尿サンプルからでも高い精度で薬物の使用を検出することができます。特にテストステロンやデカなどのアナボリックステロイドは尿中に排出される代謝産物が検出の対象となります。しかし尿検査はあくまでも代謝産物の存在を検出する方法であり、薬物が体内にどのぐらいの量存在しているのか、血中濃度や使用のタイミングを正確に把握することは困難なんです。次に血液検査なんですが、血液検査は体内の薬物濃度を直接測定することができるため、より正確に現在の体内状況を反映します。尿検査では検出できないような薬物も血液検査では出るなんていうこともあるんです。 JBBM のボディビルをやってるような人ならわかると思うんですけど、尿検査とか今ではパッチテストを受けて怪しい選手は血液検査の対象になるというような感じですよね。特に成長ホルモンとかエリスロポエチン、通称ね EPO って言いますは、代謝が早く尿中にはほとんど検出されない薬物に対しては血液検査が必要不可欠というわけなんです。
血液検査では薬物の分子そのものやその作用によって変化する体内の生理的パラメーター、まあ例えばね、ヘマトクリット値の上昇などを検出するんです。まあこれにより尿検査では検出できない微妙な薬物や短期間で代謝されるような薬物を検出することが可能になるというわけなんです。ただし血液検査は侵襲的であるため尿検査に比べて精子に与える負担が大きく、また検査コストも高い傾向があります。なのでお金のないスポーツ団体には払えない、というね状況があるんですよね。まあね、どの団体とはまあ言えませんがね。まあただですね、尿検査も血液検査もいずれにおいても検出される可能性がある期間、まあ検出ウィンドウには限界があるんですよね。あとは薬物の種類や代謝速度、個人の体質により検出可能な期間は異なるんです。例えばテストEのような油由来のエステルのステロイドは体内に長期間残留しやすいため尿検査で摘出期間も長くなりますが、逆に成長ホルモンのような水溶性薬物は代謝が早く検出期間が短いという場合があります。じゃあね、まあ次にちょっと具体的になりますがね、具体的な薬剤を挙げて説明していこうかと思うんですけど、あくまでも一部だけですよ。あまりまあね、公開しすぎると悪用する人がねいると本当に困るので、ダメだよ絶対に、悪用したら絶対ダメ。まずはみんな大好きテストステロン。テストステロンは最も一般的に使用されているアナボリックステロイドの一つで、筋肉増強や回復促進に効果があります。体内に摂取されたテストステロンは主に肝臓で代謝され、アンドロステロンやエチクロドロンといった代謝産物に変換されます。これらの代謝産物は尿中に排出され、尿検査での検出対象となります。テストステロンの代謝物は比較的長い期間体内に残留するため、尿検査では検出のチャンスが高いです。またテストステロンの外部投与を検出するため、テストステロンとエピテストステロンの比率、いわゆる TE 比が重要な指標とされており、この比率が異常に高い場合、外部からテストステロンの投与が疑われるというわけなんです。次に EPO は赤血球の生成を促進するホルモンで、特に持久力を高めるために使用されます。 EPO は血液中に直接影響を与えるため、尿中にはほとんど検出されません。そのため EPO 検出には血液検査が必要になるというわけなんです。 EPO を使用すると血液中のヘマトクリット値がね上昇するため、これが一つの検出指標になり、体内で自然に生成される EPO を区別するため、アイソエレクトリックフォーカシング、まあね、通称 IEF ですね、という技術が使用されます。これにより合成 EPO の特定が可能になり、ドーピングの証拠として使用されます。ちょっと難しいと思うんですけど、体内で作られたものが外部から入ってきたものかを正確に判断するという仕組みなんです。次はね、格闘家に大人気の成長ホルモンです。成長ホルモンは筋肉の成長促進や脂肪燃焼を促す効果があり、アスリートの間で広く使用されています。成長ホルモンは体内で非常に早く代謝されるため、検出が困難な薬物の一つです。成長ホルモン自体は通常尿中には検出されず、血液中の濃度を直接測定する必要があります。成長ホルモンの検出には2つの主要な方法があります。1つは成長ホルモンの異なるアイソフォーム、 22KDA20KDA などというんですけど、の比率を分析する方法で、外部から投与された成長ホルモンは 22KDA アイソフォームが優勢という特徴があり、この比率が変化しているかどうかを確認します。これが1つです。そしてもう1つの手法は、成長ホルモンが体内で誘導する IGF-1、ね、皆さん聞いてると思うんですけど、いつも聞いてる IGF-1、 まあね、インスリン用成長因子1やプロコラーゲン 3N ペプチドといったバイオマーカーを測定する方法なんです。これにより成長ホルモンを間接的な使用で検出することが可能なんです。かなり精度が高いですよね。そして最後はインスリンについてです。インスリンは血糖値を調整するホルモンで、特にボディビルダーがカーボローディングを行う際に使用します。インスリンは血中に存在し、尿中にはほとんど排出されません。
そのためインスリンの検出は主に血液検査で行われますが、通常外部から投与されたインスリンは内因性インスリンと区別するため、特定の抗体やラベルなんか免疫測定法エライザなどが使用され判別されるという仕組みなんです。ざっと各薬剤については触れましたけど、ドーピング検査の精度を向上させるため日々様々な新しい技術が開発されているのも事実です。他にも物質分析法 MS という方法は薬物の分子構造を詳細に分析できるため非常に信頼性の高い検出方法とされています。あとはゲノム解析技術やプロテオミクスの進展により遺伝的マーカーや特異的なタンパク質の発現パターンを解析することでドーピングの影響をより広範囲にわたって検出することが可能になっています。ここまでドーピング検査の基本原理や具体的な薬剤の代謝の検出方法について説明してきましたが、逆にボディービルダーやアスリートなどがどのようにしてドーピング検査を回避しているのか、そしてその対策についても理解することが重要です。アスリートがドーピング検査を回避するために用いる手段は多岐にわたります。本当に悪用されることは避けたいので YouTube 上ではね言えないんですけどね。まあね、正直ね、抜ける手段はね、まああるんですよね。まあね、一般的な手法としてはそもそも検出期間の短い薬物を使用することが挙げられます。例えばテストステロンを使用する場合は検査の直前にしっかりと使用を停止し、体内での分解が進んだ後の検査を受けることで検出を避けることが可能です。あとは先ほど説明したようにテストステロンの外部投与を検出するための T 比がね非常に高くなるのを避けるためにエピテストステロンをね併用することで TE 比をね人工的に調整することが行われます。短期間で代謝されるテストステロンサスペンションを使用することで検査前に体内からほぼ完全に排出させることが可能なんです。まあね、噂ではね JBBF の選手なんかはねよくこれを使うとか使われてないとかっていうね、まあね都市伝説のようなねファンタジーをね聞いたことがありますね。まあ、あとは EPO の使用者でよくあるのが検査直前に大量の水分を摂取することで血液の希釈を測ってヘマトクリット値を正常範囲内に収めるというね手法が取られることがあります。実際にフランスで1999年に起きたペステラ事件というものがありまして、選手たちが EPO を使った後に大量に水を飲んでごまかしたというような事件があったんです。あとは成長ホルモン GH ですね。 GH の使用者は検査のタイミングを見計らって GH の投与を行っているはずなので検出可能な時間を回避することで対策を講じます。 GH は短期間で代謝されるので夜間の時間帯に投与し、翌日の検査時には体内の濃度を低く抑えることが可能なんです。さあ、あとはマイクロドージングといって検出されにくい少量の PED を頻繁にまあね投与することで血中濃度を一定範囲内に保ちつつ薬理効果を維持する方法です。例えばエリスロポエチンやインスリンの微量投与を繰り返すことで検出を逃れつつパフォーマンスを向上させるなんていうことが可能になるわけなんです。でも実際使う人は一人でね、まあよくわかってますよね、一人でねやるわけではないので、しっかりとしたねコーチか指導者をつけてやるので、まあねそこら辺はまあね出ないようにもできるっちゃできるんですよね。まあね、この話はね前の動画でねお話したと思うんですけど、まあ僕がね昔30年ぐらい前に通ってたジムで、まあ、知り合ったね昔よくテレビに出てた外国のスポーツコメンテーターの方がいたんですけど、外国人のね、まあその人がね、まあ、ジムで話した時にねまあ面白い話をしてもらったんですけど、世界で一番大きい、ね、スポーツの祭典なんていうのはまあ正直な話まあそのねまあ禁止薬物が出ないように調整するのもそれもまあそのねスポーツの一環だというふうにね、言っていたのは、すごいね、まあ30年前ながらね、もう本当、心臓貫かれたようなね、まあ思いをね、その人から聞きましたが、まあ実際ね、まあスポーツというのはね、いい
これがね、本当にファンタジーというんじゃないですけど、一つの縁として見てくださいね。ね。それも含めて、スポーツが今まで発展してきた。というね、本当、いい部分でありも、悪い部分でもあり。だけど、言ってみれば、まあ、禁止薬物と言われているものも、実際は人間の性能、人間の可能性を向上させるための薬剤なので、ね。それは競技に使ってはいけないということなので、人類が発展していくという意味では、ね、今先ほど言われた薬剤というのは人類の進歩のための薬剤ということでもあるんですてな感じでね、まあ終わらせたいと思いますが、まあ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 、それはさて置いといて、まあね、こんな感じで、まあ今日もね、動画楽しんでもらえたでしょうか。まあね、多分皆さんがね、気になっているっていうふうに僕が勝手に勘違いしているのか、まあ本当に気になっているのか、まあね、それは皆さんのね、考察にお任せしますが、僕は発信しておいた方がいいかなと思いまして、まあ今回発信してみました。アナボリック総合研究所は正しい知識をね、皆様に発信して、まあね、ステロイドに対する正しい知識を知ってほしいので、まあね、これからもね、アナボリック総合研究所はいろいろなね、面白い皆さんのためになる情報を発信できればと思います。まあちなみにね、僕、インスタグラムの方もやってますので、まあそちらの方ね、概要欄の方に貼っとくんで、まあできればね、登録してもらえたら幸いです。そちらはね、基本的にコメントしてくれたりとか DM してくれたら、まあ必ず返しますので、まあ YouTube の方もね、一応 DM の方はすべて見ています。すべて見ていますが、一応ね、YouTube の方はコメントは返さないっていう方なルールになっているので、一応ね、だけどいっぱいコメントの方書いてもらえれば、僕すべて必ずチェックしているので、はい。まあね、大丈夫です。クーラーない部屋でも暑いです。本当に汗だくで頑張ってますが、ちゃんと撮ってます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。まだまだね、まあ本当に弱小チャンネルですが、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。いや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 、はい、あ、そうですね、いろいろ ありました。まあだけどですね、僕もちょっとね、まあ YouTube だけのためにね、ちょっと体は張れないんで、そうですか、はい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 、まあね、まあしょうがないですよ。ありました、お疲れ様です。じゃあまたお疲れ様です。よいしょ。